そう、ホルモンの大きさすごい。これファイダーだ。ありがとうございます。あ、そうです、そうです、そうです、あ、そうです。水島の町に来てます。ここは時和かな、時和の駅の近くになるんですけど、昔からある居酒屋ですね。そこのお母さんが面白いということで、ちょっとね話題になったんですけど、あのお母さんからまた来いという伝言を得たので、ちょっと行こうかなということですよね。はい、ちょっとねこの先行って左かな。で、前がこのセントラル警備保障会社のビルがあって、なんかその手前にねスナックがあるんですけど、でも変わってるね。和風スナック、おにぎり、お茶漬けあると、はい、今日はこちらのねとこにまたリベンジということで、やってきてます。あ、帰ってきました。あ、はい、どうぞ。何なの？今日ここ飲めないんで、あ、ウーロン茶。ウーロン茶で。で、ウーロン茶だ。どうしよう。巨峰サワー。巨峰サワー。はい。まあ誕生日だったんですよ。あ、4日に誕生日だったんです。あ、おめでとうございます。よかったよ。24歳だったら私は絶対キャバクラ行ったの。どういうことだろう。それそうじゃろう。キャバクラ行ったら変わんけんわ。すごいな。これ、なんてこと、オリジナルみたいなね。オリジナルなんですか。あ、え、21年目。あ、ここも21年目。あ、はい。チャリで回してるからね。で、料理作って、会話して、会計して、ドリンク作って、チャリでやってます。あ、そうです。鳥。こうやって書いて、オーダーするとね。はい。チキンの辛さ？あ、辛め。辛め。ありがとう。はい、お疲れ。
じゃあいただきます。これです。じゃあこの何だろう、このシラスと青ネギとのその絡み具合が最強です。どうでしょうか。いいんじゃない。こんなもんですか。はい。こういう感じです。おお、もうこれ完全にちょっとまだ西成のホルモンとは違ってるけど、すごいクオリティがねえ、こう美味しいよ。すごいこの匂いもね、もう西成のホルモンに近いような甘だれのねえ、ホルモンの大きさすごい。これ、ね、あちちちちちちちね、すごいこれ下にねニンニクが詰まってる。はい、これあの麹味噌大丈夫です。あ、麹味噌だ、はい、どうぞ。ありがとうございます。はい、はい、豆腐入ってね、入ってない。豆腐投入で。豆腐投入。うん、おお、ごめん。リアルですね。忙しいんでね、なかなか。今日の取り付け、まあ、この縁といえば韓国料理なので、お母さんのおすすめがチゲ、結構ね有名で。アコは、サバゲットええよ。包丁なんですよ。ああ、そうなんだ。自分でサバゲット。今日サバゲットできるよ。前の翔ちゃんも自分で。大きいやつは真ん中部屋の骨全部取って、フライにしたい。すげえ美味しかった。なあ、肉の人美味しかったな。増水しましょう、増水で。まだ今のうち元気なんだよ。そう、12時になったら俺のこっちが来たらもうしんどんじゃん。ほんま、もう無理そう。エレンだな、もう帰りてえか。今は大丈夫。ドリンク飲んで、キュービゴールで飲んで、ソーサー飲んだ。あ、ほんま、まあ、エレンだな。はい、もうさっきと全く変わってね、
チゲが、鶏チゲがもうお雑炊になってということで、すごい、これ前はねラーメン入れたんですけど、今日はお雑炊ということで、わからんのよ、娘が母の、はい、ありがとうございます。はい、ありがとう。あ、大丈夫です。ヤバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。